ようこそモコズキッチンへ。そうだね、まあ、どうも金子でございますということで、まあ、今日ちょっとねスタジオ違いますよね。なんかいつもみたいなあんな古臭いなんか土壁の感じじゃないんですけども、このおしゃれな包丁があってこの明るい照明、今日はなんとあのレイチェル&ジュンさんのねご自宅にお邪魔しております。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。いつも視聴しております。ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。こちらこそ嬉しいです本当に。ということで、あの今日は機会なんでね、ジュンさんとお料理をしていきたいと思います。でもいろいろと教えていただければと思います、はい、いやいやそんな。これじゃあね、スーパーでね、買ってきました。本日の食材はこちら。はい、じゃあね、本日の食材はこちら、白貝とホタテってことでね、はい、で今日はそうですね、この白貝5個あるんですけども、2つお刺身で、もう3つはこれバター焼きでいきます。醤油バターで、醤油バターでいきます。いいっすね。ホタテ、これも醤油バターで行きたいなと。どうですか、結構お好きですか。もう大好きです。よろしくお願いします。じゃあね、こちらのね、白貝とホタテをね、さばいていく。はい、この行くっていうのがね、あ、そう、これですね、大好きなんですよ。さばいていく。はい、じゃあまずね、こちらのホタテをね、さばいていくんですけども、まあこっちはまあ肩貝外れてますんで、この肩貝外れてない方、ジュンさんにやっていただこうかなと。はい、外し方の手順としては、手順はですね、はい、まずこう見たときにこっちふっくらするじゃないですか。してますね、こっち平らですね。こっち平らです、はい、平らの方を外していきます。わかりました。それ で最初に身をこれで外す。そうですね、で貝柱がここにあるんで、はい、若干中心より若干こっち側、ここら辺右か、あ、はい、向かって、はい、にあるイメージで、はい、そしたらね、ここの側面にまずこの紐がありますんで、あ、はいはいはい、紐をこうやって避けてください。こういう風にペロって、なるほど、はい、そうするとここに貝柱が見えてきますんで、あ、本当だそう、これをもう断ち切ってください。これはもう普通のステーキナイフとかでいいんですね。はい、大丈夫です。わかりました。あんまりでもね、刃があるやつだと刃がボロボロになっちゃうので。そうですね、そうですね、これなら全然、うん、ステーキナイフとかで OK だと思います。わかりました。切ってもらうと、あ、外れてくのがわかります。気持ちいい。気持ちいいですか。外れた、すごい。貝柱の場所、的確に今ついたんですね。これ気持ちいいっすね。取らない方もいるんですけども、ホタテの黒い部分、これウロって言います。はい、ウロ。ここがちょっとあの匂いがするんで、本にだいたい外せって書いてありますよね。そうです、ここを外してあげます。わかりました。じゃあ1個見本見せますね。はい、これもすごく簡単に外れるんですよ。ここあるじゃないですか。はい、あ、こういう感じ、山形にこう入れてあげてください。はい、こういう感じです。奥まで、はい、はい、足、足と、はい、そしたら簡単にこう取れますね。あ、本当だ、すぐ取れますね。ここを、そうですね、ネットを入れて、こっちも一個ですね。あ、本当だ、外れた。はい、お上手。楽しいですね、これ。楽しいんです、ホタテって楽しいですよ。ええー。で、まあこっち側もね、同じように外してってあります。はい、紐の部分ですね。で、貝柱ごとも全部外しちゃいます。あ、もう全部、はい、こういう風に外してもらいます。簡単に外れるんですね。外します。はいはい。包丁はどれ使っていいですか。どれでもいいですよ。どれでもいいですか。はい、どうぞ。いいですか。ペティで、はい、これ使っていいですか。どうぞどうぞ。嬉しいなあ。ホタテのバター焼きって、はい、肩柄だけ外した状態で焼かれる場合が多いじゃないですか。はい、そのまんまですよね。そう、そのままこう下火で、まあ、でもバーベキューとか行くと、まあ、女の子とかいるじゃないですか。ホタテこのぐらいの大きさのやつをガブってジューシーに食うのうまいんですけど、女性は切ってあった方が食べやすいんですよ。まあお化粧もされてますね。そうです、分解しました、こういうふうに。はい、紐と、紐とこの貝柱、下びらがついて、これまでくっついてますね。はい、これを部位ごとに細かくして、ここに殻に移していきます。で焼くんですね。はい、じゃあやっていきますよ。はい、うーわー、これで準備完了ですか。これで準備完了です。これあの最初外さないままあの焼くとどうなっちゃうんですか。はい、外さないまま焼くとですね、やっぱりバーベキューした時にこうなかなか取れなかったりだとか、熱々みたいになる、縮まっちゃって。そうです、なるほど。こうやっぱ下が外してないんで、はいはい、こうまだついてるんですよね、焼き上がって。それ下手すると貝開けれなくなっちゃうこともある。そうです。もうこの状態だとこのままもう焼けたよっつって箸でこういけるんですよ。これだとあれですね、なんかあの、うん、汁もこぼれなくていいですよね。そうです、何しろ上品に綺麗に食べれるっていう。そしたら次に白貝の、このリアル気まぐれクックやばいですね。ほっとお腹すきますね、これ。すいません、これいつも画面越しにお腹空いてたんですけど、リアルはやばいですね。そのまま焼いてもいいんですけど、パカってなった時に汁とかこぼれちゃうんで、ああはいはい、まあ片貝だけ外していってあげます。
はい、まあ、貝柱はこことここに入ってますんで、それを意識しながら、もう片方外しちゃうと、もうパカパカになりますんで。あれ、ほんとなんかパカって簡単に開けましたよね。そうです、こんな感じです。うわぁ、気持ちいい。うちも、一応外してあげます、貝柱。これも両面。両面そして、あ、でも、簡単にできちゃうんですね。そうっす。はい、そしたらこの白貝のお刺身を作っていきます。まだ動いてます。動いてますね。もううにょうにょ動いてます。すごい。うおー、動いてて、すげえ。そしたらまずこの紐を外していってあげます。ここっすね。これを外します。じゃあ開いていくんですけど、開くときはこう山形になってるじゃないですか。こっち山形じゃないですか、はい、こっちはこう平らでじゃないですか。平らの方から包丁を入れていってあげます。まあここまで来たらね、完全に切り落ちなくて、このぐらい残してこんな感じですね。もう貝のお刺身って感じになったことないですか。もうそのまんまですね。ね、こういう感じでね、コリコリしておいしそうですね。これこれはですよ。これをね、盛り付けていきます。はい、眠いのかな、この子。眠いんですかね、ちょっとすごいとろんってしますよ、今。でも普段結構人見知りするんで、本当に、はい、金子さんだいぶ疲れてますよ。あんまりこんなに触らせてくれない感じなんですか。大抵は物陰に隠れてます。ちょっとかなり珍しいです。そうね、てかどうしよう僕猫ずっと見とると、もう可愛すぎてもう辛くなるんですよね心が痛くなるんですよね。何ですかその病。病気なんですよ、軽い病気で。僕ちょっと辛くなるんですよ、見すぎると。可愛すぎて僕どうしたらいい、じゃあ俺、じゃあ俺はどうしたらいいってなるんですよ本当に。火をつけていく。これは綺麗で赤いですね。いいっすか、そんな上等なお酒を。うわ、これたまんねこれたまんねっすよ。完成ということでね。いただきます。ジュンさん特製ブレンドのお醤油ですねもう匂いがね、すごいんですよ。いいお醤油っていうお匂い、旨味が効いてます。鮮度の一滴とは大違いや。あれ美味しいですね。あれはあれで使い勝手いいんですけどね。じゃあすいません、これいただきます。ちょっと手皿で呼び味ですけど。お寿司さんとは比べられないですね。もうね、風味がすごいガツンときますね、うん、でもちゃんと後に甘みが伝わっていますね。いただきます。これですよ、これですよ。いただきます。どれくらいか迷いますね、これ。間違いないですね。わー、いい匂いする。紐からいきます。最後さ、これ酒がいりますよ。これはちょっと、ちょっと今用意します。すげえおしゃれ。最高っすね。最高っすね。うわ、最高やこれ。うまいっすよね、これ最高や。ごちそうさまでした。大変美味でございました。ごちそうさまです。また来てください。います、もうぜひ。なんか美味しいもの作りましょう。もう面白かったらうちにも。あ、もうぜひぜひお邪魔させていただきます。まあそれじゃあね、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。気まぐれ曲よろしくお願いします。バイバイ。ほんとほんとありがとうございました。ごちそうさまです。よければこちら作ったので。え、どうぞ。いいんすかこれ。はい、マジっすか。ブレンド醤油です。ちょっと甘みがね、強くて美味しいやつなんですけど、いいです、いただいて。はい。
どうぞ、本当に持ってます。気まぐれクックで使ってください。いただきます。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。